お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画はですね、本日都内のね浜松町駅の近くでブラックアウト東京という、爬虫類イベントがですね、行われまして、そちらの方にね行ってきました。今回のね動画はそちらの爬虫類イベントで購入したものをですね皆様にね、まあもろもろいろいろとありますのでご紹介できたらなと思います。で、その前にね、で、今回もね、結構ありがたいことに、視聴者の皆さんにね、いろいろと声かけていただいて、たくさんいろいろお話ができたんですけど、そんな中でもね、ちょっとプレゼントをね、何個かいただきまして、そちらをちょっと紹介したいなと思うんですけど、これですね、これ何が入ってるかっていうと、ちょっと、今気づいたんですけど、このシールのところ、お疲れ様ですってシールが貼られててめっちゃおもろいんですけど、これね、多分僕がツイッターとかでよく頭痛いとかちょっと目が死んでるとかそういうのをねつぶやくからだと思うんですけど、ロキソニンのね頭痛薬のロキソニンと目薬をいただきました。本当にねありがとうございます。ちょうどね頭痛薬はこの間ちょっと頭痛いってつぶやいた時に切れてたんで、マジでタイミングすごい良かったですね。ほんと助かる。ありがとうございます。こんなわざわざね、気使っていただいてめちゃくちゃ嬉しかったです。で、目薬もね、やっぱり僕仕事上ずっと朝から晩までパソコンと向き合ってね、仕事していて、仕事終わったかと思ったら次は動画編集に移って、で、編集してみたいな感じでやってるんで、いやほんとね、このお気遣い非常にね、嬉しくてね、ありがたいなと思いました。ほんとありがとうございます。で、これだけじゃないんですよ。なんとね、もう一つものすごく嬉しいものをいただきまして、これはちょっとね、開けさせていただいたんですけど、こちら。これね、僕と白松が写ってて、何かっていうと、まあ、視聴者の方がね、手作りで作っていただいたんですけど、中身がね、はい。1万人記念、まあ、僕が8週間前かちょっと忘れたんですけど、1万人突破しましたということで、そのタイミングでね、その視聴者の方が作ってくださったみたいでして、すごいっすよね、これ。なんか今までのなんか多分動画とかに映ってたシーンをね、スクリーンショットかなんかで抜き取ってきて作っていただいたんですけど、これ何がおもろいかっていうと、個人的にツボはね、見えるかな？ここね、僕と八丸さんがなんか恋人同士みたいな。で、八丸さん壁からニョキッと顔出してる感がある。めっちゃ個人的にはツボで、相当面白かったです。いや、こんなね、手作りで多分時間これ作るのもかなり時間かかったと思うんですけれども、こういうのね、いただけてね、めちゃくちゃ嬉しいなって思いました。本当にありがとうございます。ということでね、本日ね、視聴者の方からね、ありがたくもね、お薬とこの手作りのね、1万人記念のこの、なんていうのかな、冊子パンフレットみたいなのいただいてね、嬉しかったです。本当にありがとうございます。ということでね、早速本日、購入した商品とかをね、紹介していきたいなと思います。それでは本日の動画、早速行っていきましょう。どうぞ。はい、じゃあね、早速紹介していきたいなと思うんですけれども、本日まずね、先に購入した、まあ、グッズというか、まあ、生き物じゃない、もうね、言ってる時点で生き物がいるっていうことがね、もうあれなんですけど、生き物じゃないものから紹介したいなと思うんですけど、で、まずはじめに紹介するのが、こちらですね。見えるかな？以前、JRS、今年のね、ジャパンレプタイルズショーの時に、購入させていただいたことがあるんですけれども、たくまさんっていうね、方がいらっしゃいまして、その方がね、作られてる、以前はね、トカゲのなんか魔法陣召喚コースターみたいな感じのやつを購入したんですけど、今回はね、見てください、これ、レオパの魔法陣のキーホルダーですね。こちらをね、購入させていただきました。もうリピーターですね、完全に。で、もう一つね、こちらはですね、僕がチャンネル登録者数1万人いったということで、おめでとうございますってね、いただいたんですけど、アレマジロのね、コースターめっちゃかっこいいですよね。で、この二つをね、今回グッズとして入手しました。で、もう一つ、こちらもね、リピーターになるんですけど、昨年のね、何やったかな？トンブリかな？トンブリチかなんかで、購入させてもらったことがあるんですけど、高橋さんって方が作られている、以前は確かカメレオンのアクリルキーホルダーだったかな？今回は、またまたの、アクリルキーホルダーをですね、また高橋さんがね、出されているところで購入させていただきまして、先ほどのたくまさんの、クモントカゲモドキのね、魔法陣のキーホルダーだとか、高橋さんのね、このアクリルキーホルダーとか、他にもね、ステッカーとかいろいろ出されてたんですけど、そちらのね、詳細、概要欄の方に載せてますので、気になる方はね、ぜひ見に行ってみてください。やっぱりね、
僕は結構性格的に気に入ったものはリピートして買っちゃうタイプでして、今回ねまた同じような一度お世話になったところからね2つ、商品を購入させていただきました。で続いてなんですが、本日ね、お迎えした生き物たちをですねご紹介していきたいなと思います。こちらにね入っております。それでは早速生態の紹介いっていきましょう。どうぞ。それではね、本日お迎えした生態がこちらになります。そう、レオパですね。で、こちらの子モルフがですね、ブラッドサッカーというねモルフになります。まあ、正式名称で言うとマックスノーベルアルビのエニグマということで、いや非常にね人気の高いモルフとなります。で、なかなかねお店とかでも見受けられないようなモルフなのかなっていう気はしてるんですけど、実はねブラッドサッカーうちで飼育したことがまだなくてですね、イベントのたびにねお世話になってるエキゾチックサプライズさんでお迎えさせていただきました。続いてこちらの子ですね。いやー、僕自身もねこの子をお迎えするとは思ってなかったんですけど、マンダリンタンジェリンというねモルフのレオパをお迎えしました。で、タンジェリンっていうのは、まあ、マックスノーとか他のねエニグマとかと違って、簡単に言うとこう色の濃ゆいもの同士をねひたすら掛け合わせてより濃ゆいものを作っていくっていうポリジェネティック遺伝のね、影響するモルフのレオパでして、今までねお迎えしたことがなかったんですよ。タンジェリン系一切手出さないみたいな。それがですねたまたま今回ねいい子がいましてお迎えしました。で、左の子に使い合いしてるたらこちらのカラー、なんかちょっと似合ってませんか。で、右の子に使うアイシェルターはですねこちらの紫色を使いたいと思います。やっぱねいいですね。で、イベント後って結構ね水不足というか喉乾いてる個体が多いので、しっかりね霧を吹いてあげたり、いい水飲み場を用意してあげたりしてね水分補給取らせてあげましょう。やっぱりねどうしてもこうイベントの時ってプリンカップとかにね、しっかり梱包されてパッキングされて、で実際イベント会場まで運んでイベント中ずっと展示されてっていう感じで、なかなかね水分補給取れるタイミングっていうのがなかったりすることもあるので、多分ねイベントからお持ち帰りして飼育環境をね入れてあげた後ね結構水飲む子多いと思うんですよ。なんで水やりはね忘れずにすぐにしてあげましょう。お迎えした後ね餌やりはまあ2日3日ちょっと開けてからあげた方がいいですね。いや、かっこいいな、タンジェリン。初タンジェリンですけど、なかなか気に入ってます。マンダリンタンジェリンいいですね。やっぱりねかなり疲れてると思うんでゆっくり休んでもらいたいですね。で、結構この子はね元気よくてすごいでしょ。赤目が、このブラッドサッカーの赤目はねエクリプスの赤目じゃないんですけど、まあちょっと特徴的なね赤い目になるということで、またねかっこいいレオパになってます。この子も凛々しい顔して、まあ、こんな感じで、ブラックアウト東京爬虫類イベントでお迎えした商品と生態の紹介動画でした。今後もねレオパの動画たくさん出すのでチャンネル登録して待っていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。